スキャニングプログラムをインストールした。現場に着いたらログを取っといてくれ。ドライブ中の会話としては最低だよね、それって。ドライブ？仕事だろ。そもそも相手がダイゴじゃね。せっかく久しぶりにシャーロックで遠出できるってのに。物体は、はい、こちらです。地下30メートルから掘り出したんです。この辺はほんの10年前まで海でしたから、海底にあったってことですね。タイムカプセルみたい。何これ、地球外の金属かしら。光の屈折率じゃ分かんないな。超音波探査で内部構造見てみよう。誰？さあ。振動してる。使ってみたんですが、傷一つつきません。で、上の部分は蓋状に見えるんですけど、どうしても開かないんです。開けるなってことかな。あの土地の30メートル地下というと、少なくとも100年前に海に落ちたということになります。あの子は？はい、あ、メディカルセンターで検査を受けてます。大吾さんですね。兄がいつもお世話になってます。あ、頼んだよ。はい。兄って？新庄ですよ。兄のコネでここ入ったんです。ああ、そうなんだ。でも全然似てないね。似てたら私生きてけない。で、様子はどう？何も覚えてないみたいなんです。記憶喪失？ショックによる一時的なものだと思うけど、さっき断層検査も全部済ませて今解析中です。綺麗だね、そのペンダント。名前覚えてないの？君に会ったことある気がするんだ、ずっと昔。それはありえないことなんだけど。名前は？サッキー。サッキー？それがあなたの名前なの？
きよった。これはステーションデルタが10分前にキャッチしました。生命反応あるんだな。はい、飛行物体の落下予想地点は東京湾岸です。約50分後。誘導するための光やったと考えると筋が通る。よし、操員スタンバイ。了解。サキという少女は緊急脱出用のボートで基地を抜け出していった。そして彼女が呼び寄せたと思われる物体は怪獣となって市街地に進み始めた。狙え。見ればわかるって。大吾。オーケー。バカ野郎。ごめん。あの装甲はエネルギーを跳ね返すみたい。何かを探してる。ああ、日が沈む。暗くなるとまずいぞ。くそ、あの装甲は攻撃できない。1号機2号機とも一旦基地へ帰還しろ。了解。了解。子供の時、え？買ってもらった自転車に乗れるようになって一人で遠出したんだ、海に向かって。僕の家からはそう大した距離じゃなかったんだけど、でもその時の僕にとっては一つの冒険だった。日も暮れ始めて疲れてたし、何よりも心細かった。どうして泣いてるの？どうしてかな。お家が遠くなっちゃって心細いとか。それはあなたのことでしょ。うん、あなたは大丈夫。ここからまっすぐ行けばお家に帰れるよ。本当？ありがとう。お姉ちゃんは？私は待ってるの、お迎えを。でも、もう来てくれないかもしれない。ありえないよ、そんなこと。だってそう、ありえない。だから不思議なんだよ。だってじゃあ、あの子
大吾、赤外線式自動地雷をそちらへ運ぶ。了解。こちら現在異常ありません。よし、夜明けとともに作戦を開始します。あの子が会場を操ってるんだとしたら、侵略者ですか。これです。何これ。サキって女の子の検温記録です。体温？はい。体温が31度で生きていられる人間なんていないでしょ。だからお前のミスだってありえないよ、こんなこと。絶対違う。私お兄ちゃんと違うもん。あ、どういう意味だそれ。どういう意味って言った通りの意味でしょ。何このお前、いつもちっちゃい頃からお前こっちこっちじゃない。何よそれ。あの子何なの。サイクル65絶対セット4775。本部、こちら大吾、怪獣が活動再開。よし、そこから退避しろ。あとは自動地雷に任せるんだ。了解。地雷作戦は成功です。よし、海の方へ押し戻すんだ。怪獣を待ち入れてはならない。いいから調べて。ひょっとしたらあの怪獣のパンドラの箱の秘密が分かるかもしれないんだから。もう強引なんだから。この首飾りの形で検索するんですね。そう、それしかデータないの。 OK、 僕がプログラムした情報検索エンジン、アカシックレコードはどんなネットワーク上の情報。脳書きは今度デートの時ゆっくり聞いてあげるから。デートなんて絶対してくれないくせに。地雷の攻撃パターンを見切りやがった。よし、あとは2号機の堀井に任せろ。何これ。1802年の記録だ。嘘。泣いてる。サキ。被害が出へん。待ってくれ、地上にはサキがいる。アヤト？ダイゴ、サキは地球人じゃないの。サキマキーナ、you
来てるんだ。それ以上前に行くな。大吾、戻れ。大吾、くれたこと、みんなに迷惑かけるつもりなんてなかったの。マキーナ、私を守ってくれてありがとう。私もあなたのこと覚えていたよ、大吾。
マキーナは地球引力圏から離脱しました。こちらダイゴ、今から基地へ帰還します。ダイゴ、無事だったの？ダイゴ、よかった。使って繁殖する怪獣ガギ、遊園地に集まる子供たちが危ない。次回ウルトラマンティガ、閉ざされた遊園地、お楽しみに。